演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーのポテトチップスクリスプ47都道府県代表愛媛県じゃこ天味を食べたいと思います。じゃこ天、なんか愛媛っていうとみかんのイメージがあるんですけど、みかんのポテトチップスとかじゃないんですよ。昔あった気もします。クリスプも久しぶりだな。どんな感じだったっけ。カスタードポテトと通常の場で見かけるって忘れちゃってるな。じゃこ天ってどんな味なんですか。なんかさっきから疑問系ばっかり出してます。はい、中身はちょっとチップスターに近いこういう感じでしたね。なんか思い出してきました。ではいただきます。お魚の風味が結構主張してくるね。まあそれだけ自信がある、美味しいってことなんだけど、すごいな。通常のポテトチップスと片揚げポテトの中間ぐらいの硬さのポテトチップスを噛むと、中から小魚の香ばしさと旨味が凝縮された味が口の中に広がってきて、とっても美味しかった。ポテトチップスってここまでできるんですか。じゃあこれ本物も食べてみたいですね。本物に対する興味もそそられました。というわけで本当に美味しかったですね。お魚の味がするポテトチップス結構多いですけど、ここまであった強かったのはなかったと思います。というわけでこちらのペーストとさせていただきます。それでは、短用は穴があるのに入るかな。いや、短用は入らないと思うが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。